この問題をめぐっては、事故から5年になる今年2月、東京電力が当時の社内マニュアルに従えば、事故の3日後には炉心溶融と判断できたことを明らかにし、その後の調べで当時の社長が炉心溶融という言葉を使わないよう指示していたことも明らかになりました。こうした隠蔽は東京電力の柏崎刈羽原発がある県の追及がきっかけで明らかになったもので、今日は東京電力の原子力部門トップの姉川貴文常務が泉田知事に会い謝罪しました。本日参上いたしましたのは、現在に至るまで大変当社の不手際、不十分なご説明について、お詫びを申し上げます、はい、申し訳ありませんでした、はい。メルトダウンということがですね、伝わるか伝わらないかということは、やはり避難する際にですね、自治体側、住民の皆さん、行動を起こすときにですね、やはり大きな影響があると、いうことだと思います。これがですね、残念ながら適切になされなかったと。事故からですね、5年間もその事実が言えなかったと、いうことは、やはり社内にですね、言えない仕組み、壁みたいなものが、あったんじゃないかと、いうことを指摘せざるを得ないんだと思います。これはまさに、この問題をめぐっては、県と東京電力がより詳しい調査が必要だとして、今月末にも合同の委員会で検証を始める予定です。ありがとうございます。失礼します。社内の状況、どこに問題があってこうなったのか、それをどう対応するのかということをしっかり検証と総括をしていただきたい。事故の当事者として重要な情報を社会の皆様、立地地域の皆様にお知らせするということは、我々自身が深く反省して今後改めていけば、こういった誤りを繰り返すことはない。また福島第一原発事故の検証を続けている県の技術委員会で、東京電力は昨日、建屋の崩壊につながった水素爆発の原因を探るシミュレーションを行うことになりました。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発について、県は福島の事故の検証なくしてありえないとしていて、専門家からなる技術委員会で議論を続けています。このうち福島第一原発の1号機は、5年前の東日本大震災の際、大量の水素が発生し、格納容器から建屋の中に漏れ出した後、何らかの理由で火がつき爆発が起きましたが、その詳しい原因は分かっていません。この水素爆発について委員会の分科会で議論が続けられる中、東京電力は昨日、水素爆発の原因を探るシミュレーションを行うことを明らかにしました。内容としては、再現実験を行った上で、水素の漏れ出した具体的な場所や火の出た場所などについて確認するということです。シミュレーションの方法や時期はまだ決まっていませんが、東京電力は1年以内のできるだけ早い時期に結果を報告するとしています。水素爆発についてはですね、いろんな段階の対策があると思っています。シミュレーションの結果をもってですね、議論を通して、もし我々として学ぶべきところが出てくるんであれば、それはまた検討をしていきたいなというふうには思っています。事実を分かりやすくお伝えすることができなかったことにつきまして、改めてこれよりお詫びを申し上げます。メルトダウンの隠蔽問題は、福島の事故を検証してきた県の技術委員会の追及で明らかになり、東京電力は今月31日から県と合同で原因などを検証する委員会を開くことが決まっています。この委員会では、東京電力が設置した第三者委員会の調査では明らかにならなかった50項目余りについて検証が行われる予定です。これについて木村代表は、委員会を集中的に開催し、速やかに結論にたどり着きたい。そのためにも検証作業に真摯に対応したいと述べました。一方で、この問題をめぐって第三者委員会は、官邸からの指示を示唆する調査内容を公表しましたが、当時の民主党政権は指示や要請をしたことはなく、事実誤認だなどと強く抗議しています。
今までの政府事故調、まあ、国会事故調というものを経てですね、なかなかその難しいというところをこの合同検証委員会の中でですね、飛躍的なその結論を導くというのは非常に困難なのではないかなというふうに思っています。